車もまた行き違えて行ってますけどさ、行きがねドタバタしとったからちゃんと見えてなかったけど、日野駅ですね。ここはまた別のキャラクターがあれなんですね。へえ。あ、出発までそうか、時間があるんだったらそこ。そうか、見てもかなりいい感じの駅舎ですよね。あ、ここは、あ、これは昔からのあれじゃない。多分、みんな、みなくちまつもあったから作ったんだろうな。うん、あ、見どころあるじゃん、なんてこった。へえ、なるほどね、こんな感じなんだ。日野商人館とかね、はいはいはい、ある感じみたいですけど、ステップもこの時間ですか、閉まってんだね。そう、こちら500円で、これも100円。あ、ホームバスの、あ、はい、外出て販売所なんだ。で、よーし、はぁ、また、はみとる。あ、こんなところ。鉄道ミュージアムなんかもあるんや。あ、昔からのあれがあるんですね。ご自由に入りください。撮影あれかな。さ、行きましたけどね。やっぱりかなり歴史のあるあれなんですね。あの、証券タブレットのやつとかが置いてあったんで、面白かったですね。まあ一応、中の撮影は、わからなかったんで、見てないですけど。このタイプかね、サードレースがあったり。あ、この辺りとかか。予備レールがあったりだとか。ちょっと独特な構造のところがいろいろ残ってるみたいですね。で、ここから、さっきの無料乗り場の方に向けるみたいなんで、なかなかすごい音ですね。あれ、よかったよ、ほんと晴れて。また、ちょっと、あさっては来そうですけどね、やはり、山田が降りるときにはちゃんと晴れる。スーパー晴れ男山田さん、今日も健在ですね。なるほどね、へー。こう行っていくと。で、合わせてバスもやってくるんですね。で、駐車場に戻ってきましょうか。いろいろ見どころのやつもまとめてあるんでね。駐車場をもらっていきましょう。まあ、もし中になんか、オフィシャルの、なんか、動画とかあるようやったら、リンク貼っときます。もしかしたらありそうな感じですもんね。さあ、ってことで。まあ、またちょっと降っては来そうなんでね、今のうちに車に戻っちゃいましょう。さあ、車戻ってきましたけどね。あ、そっか、一回バッテリー変えとこか。新品ね。まあ、また後でいいか。ちょっと軽く飯食っちゃおうかな。いろいろ買ってきましたからね。まあ、落ち着いたところで、ちょっと飯しましょうか。やっぱ基本的には地元の人がここ止めて、沿線利用に使うみたいですね。まあでも観光利用でも、駐車場はまあまあ、キャパは、この前の鈴鹿駅ね、行った時はもう満車満車って感じですけど、ここはまあ、無料駐車場も、そこまでめちゃくちゃベランボに強いわけではないですけど、まあ、一応キャパシティはあるみたいですし、で、その、需要供給のキャパ的には大丈夫そうですしね。気になっとったのがね、このコロッケが気になっとってね、ゲンコロって言ってこれなんか、お肉屋さんのコロッケらしいですよ。よいしょ。これなんか食べながらね、ぼちぼちと、やっていきたいと思います。ちょうど、そうだ、もくもく取っとくか。ちょうど出来たてぐらいのやつが、ゲットできたみたいで。まるちょっとあったかいですもんね。豊岡行って買ってすぐ空巻きたんで。この角度どうなんだろうな。よし。いい頃。では、いただきます。ザ・オースロックスだ。コロ。うん。
どうしようかな。あ、うん。あ、うまい。でもこれ、5個入れ250円で安いね。1個50円だ。うん。ああ、ごちそうさまでした。そっか、別にあれですね。あの、駅の利用者向けのやつじゃないんで、近所の買い出しとかでも使っていいんですね。ああ、そっかそっかそっか。商店街側の方に、歩いて使われてる方もいらっしゃったんで。あ、うまいな、これ。やっぱしいいですね、お肉屋さんのコロッケ。いやー、油の感じもいいですね。とりあえずコロッケだけ食べて、カレーとかはまた後で食べようかな。家帰ってからでもいいですもん。コロッケはね、ちょっと今の日、食べた方がうまいでしょう。うん。あ、これ、マイバレー機で買ったパンで、これも、ちょっと食べてみましょうかね。あんパンでは、いただきます。辛いもんね、ちょっと辛めのね、コロッケを食べた後のね、あんパンってうまいっすよ。これ絶対うまい。ふわふわだ。うん。ごまかるくタイプですね。ああ。ごちそうさまでした。ないっすね。いいですね。あ、もう一個も、食べちゃおうかな。なんか枝豆パンっての持ってたんでね。ちょっと気になったんで、枝豆ねって。もういや、このままこれ取ったればいいんだ。そしたら、いちいち外して切り替えする必要がない。ああ、ズボラな山田さん、天才だな。天才的発想だった。枝豆パン。では、いただきます。枝豆、とチーズかな？うん。枝豆が、わかるかな？二度入れるのが入ってる。枝豆、チーズだ。あ、めっちゃ酒飲みたくなる。やばい、これめちゃくちゃ酒飲みたくなるやつだ。ああ。ごちそうさまでした。あ、やっぱうめえな。いいですね。こういう。ザ・ご当地名物みたいな感じではないのかもしれませんけど、こういった、やっぱ、ものをね、食べてると、気分上がりますね。で、チーズからのコロッケも絶対合うやん。うめえ。麺も全部ちゃう。油が染み渡るで体に。ねえ。ああ、また。なんかね、明治35年創業、原産、ね。精肉店さんのコロッケ。まあ、このあたり、近江牛とかね、言われるように、あの、お家さんがね、有名なところなんで、こういった精肉屋さんもね、昔ながらの精肉屋さんが結構あるということで。いやー、うまかったですね。でも、伊勢商人と近江商人みたいな感じで、やっぱ商人のところで、先見の明でね、やっぱ、牛さん、これから牛肉の時代がやってくるぞみたいな感じで、多分先見の明があった商人さんとかがやっぱ広めるとかっていうのがあったかもしれませんね。そういうようなつながりが。いや、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ってことでね、残りはどうするかな？カメラを回すのかな？回しだとしてもサブちゃん回しにして、とりあえずここは一回閉めちゃいます。これね。まあ、正解でいいか、たか、たびないみたいな。また高台市だとね、あとあの、豊里の駅とかね、あの辺りもね、行ったら、ちょうど駅ナンバーがね、一応あるみたいで、面白い、阪急みたいな付き方みたいで、あの、1番から支線が入ったら、そこからまた、ずーっと繋がって、で、番号が全部被らないような感じで、ですから、本線走っとると、急にぴょんぴょんぴょんって飛ぶような、感じで、自然にこう分かれてあるみたいなんですけど、一応11と21は、両方とも、ここにあるみたい。というか、21は、さっき言った妖怪地域って、じゃない、大梅八幡駅、あそこが21番らしいんで、実はもう21番は、制覇したことになるんですけど、まあ、まだあそこと行ってみてもいいですしね。まあ、今度はね、ちょっと時間、また、取って、佐賀大社と回って、デイ2に回したいと思います。ひとまず、デイ1の方は、早めに、ちょっと作ってあげます、ですので、もしかしたら BGM なしみたいなね、感じの、作りになってるかもしれませんけどね。意外とね、BGM ちょっと入れるので、まあまあね、いろいろと音量調整とかしてね、やってるんで、あれなんで、
もうこういう風な感じでね、やっていけたらなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。あとは余談で回しておきます。以上です。ご視聴ありがとうございました。